小川和は、福岡県出身の元プロ野球選手、監督、コーチ。現在は福岡ソフトバンクホークス GM、小佐県企画長サブアドバイザー。戸端商業高校では、甲子園に2回出場。2年生の時、左翼士として1971年春の選抜に出場。福井賞を下し2回戦に進むが、福島賞に赤敗。 翌1972年春の選抜にも、保守、三類種をね連続出場。一回戦で、日大三高の町に上る、小曽げ修士の系投に寒風をキスする。同年夏の甲子園県予選は、エースとして決勝に進むが、当地区校に赤九1972年のドラフト会議で、南海ホークスから5位指名を受け保守として入団。一軍試合出場は、 ルーキーの年に偵察メンバーとして一試合出場したのみで、1978年に引退。引退後は二軍コーチ、スカウトを歴任。近年では、ホークスのスカウト部長として、杉内俊也、和田岳、荒垣渚、真原隆弘といった2000年代ホークス投手陣の中心となった選手を獲得している。特に2010年育成ドラフトで当時無名だった。 千が広市を発掘。2011年から、フォークスの二軍監督へと就任することが決まり、初の指導者経験となる。2012年、2013年と二年連続で、ウエスタンリーグ優勝。2013年は、ファーム、日本選手権優勝に導いた。2013年11月1日からは編成、育成部長に就任する。2018年より二軍監督に復帰。 2020年11月11日に今期限りで対談することが発表された。12月25日、福岡ソフトバンクホークスの GM 補佐研企画調査部アドバイザーに就任することが発表された。ありがとうございます。